と聞こえますか？なんかミュートにしてないんだけど、ミュートしてなくても、ミュートしてないんですけど、あ、よかった。もう最悪、悲しいよ。せっかく嬉しい報告したかったのに、しょっぱなから音出なくてびっくりしちゃった。ミュートしてないです、多分。不具合か私のスマホが悪いんかですね。ね、X 解説と3期研究生の冠番組が始まります。やったー、嬉しいやったね、本当に。もうあの前もね、メールで一回送ったことあると思うんだけど、メールで何でしたっけ、メールで嬉しいお知らせがあるよみたいなことを言ったと思うんだけど、この嬉しいお知らせは X 解説と3期研究生の冠番組のことでした。そう、やっとずっと報告したかったんだけどね。そうそう、やっとやっと報告できて嬉しいです。とってもとってもやっとみんなに報告できました。嬉しいです。まだフォローしてない方はぜひぜひ今からでも、はい、フォローしてくれたら嬉しいです。ハートとかコメントとか、なんて言うんですか、リプも待ってます。ちょっとあんまりツイッターのルールが分かってなくてあれなんですけど、ぜひぜひよろしくお願いしますね。嬉しい、本当に嬉しい。そう、 X のアカウントはここに載っけました。ぜひぜひフォローよろしくお願いします今日はちょっと嬉しいから可愛いお洋服着ちゃった。前お話し会で着たやつなんですけど今日は嬉しいニュースがあったので可愛いお洋服を着ましたそう、結構2週間ぐらい、本当にそんなに前だった？長い間隠した。いや、そう、でもずっと言いたかったんよ。言いたかったけど言えなくって言えなくって困ってたっていうかモヤモヤ心の中でしてたんですけど、やっとみんなに、皆さんに報告できて嬉しいですねえ、そうそう、ずっと言いたかったんですよ、これ。なんかですねその3期の番組が始まって、それでね、なんだっけ、幽体離脱の MV が、ミュージックビデオが作成できるかできないかが決まるし、昇格も、まあ、全員じゃないんですけど昇格もあるので、ちょっと頑張っていきたいと思いますスレッツありがとう。あ、昨日スレッツ送ったよね、メールに。送ったやん、忘れてないよ、もちろん。昨日送ったばっかりじゃないですか追い出ます、インキさん。 X ですが、藤井なんか柔軟かね、まあ、ごめん、なんかJD はかわいい名前にしようと思ってたんですけど、 ID って人に見えないものだと思ってたの。人に見えないものだと思ってたから、じゃあなんかまあ適当でいいかって思って、自分の名前と誕生日っていうシンプルなやつにしちゃったんですけどそうだけど、本当はもっと可愛くすればよかったなって、ちょっとしょっぱなですけど後悔してますけどまあ分かりやすくっていいってことで。ユーザーネーム最後の犬含まないです、ごめんなさい。これは自分が可愛いかなって思ってつけちゃったやつなんで、今消しますね。消すってか開けますねこれで分かりやすいかな。犬は含まないです最後のワンコは関係ないです。よかった、壇上も復活しました。さっき音聞こえなかったし壇上も見えなかったし、
何にもあれだったんだけど、何にも分からなかったんだけど、今はちゃんと音も聞こえます。音も聞こえますじゃないや、あの壇上も見えます。よかったよかった。なんで音聞こえなかったんだ。いや、杉崎さんフォロー3番目でした。でもすごくない？3番目って、3番目ってめっちゃすごいと思いますよ。超早いと思います。ねえ、めっちゃ早いじゃないですか。逆に1番が誰だったのか気になるわ。リアはもう解説した時に、あのツイッター、今まであの加入 STU 加入する前もあの自分が投稿したことなかったんですよ。完全に見る線だったので、だから使い方があんまり分かんなくって、そうどうやって投稿すればいいのかね、あの試行錯誤してたんですけど、だからちょっと本当は6時ぴったりに送るはずだったんですけど少し遅れちゃいました。その間に D が遅れてた間に何人かの方がフォローしてくれてたみたいで。猫さんヘッダーの写真好き。本当に嬉しい。あのなんか海のやつにしました。前スレッズにもあげたことあるようなやつなんだけど、海のやつにしました。ヘッダーって言うんですね、あれは。後ろツイッター初心者リーチなんで。ALT とか使い方が分からんのですよね、まだ。ちょっとでもチャレンジしたいです。クマネパパさん、フォローは何人かしたけど通知は2人だけです。本当に？そうやって特別扱いしてくれるの嬉しい。深夜検査3期生のアカウントリーチの一番最初。そうなの？めっちゃ嬉しい、ありがとう。そのままリーチだけでもいいよ。のぴちゃん今日髪型おさぎお揃いで。本当に？今日はおさぎだよ。おさげなんか割と好評じゃない？いつもみんな道は見だーって言ってくれるからよくやっちゃう。そう、じゃあちょっとあれしますね、3期研究生の番組の宣伝を軽くしたいんですけど、少々お待ちくださいね。ツイートずっと待機してた、通知来て。本当に待機してた、ごめんね。なんかちょっとちょびっとだけ遅れちゃった。通知じゃないや、あのあれが。あの投稿するのが。まず放送の開始日がですね、最初の初回放送が12月の28日木曜日の夜9時からです。イエーイ。ぜひぜひ皆さんあの待機してください。正座待機して待っててください、放送されるまで。そうそうそう、冠番組アベマで見れます。そう、これで なんで説明したらいいんですかね、これ。あんまりなんか皆さんにどこまで知れ渡ってるのかちょっとあれなんですけど、まあとにかく。あぐらかいてダメですよ、正座って言ったじゃないですか。ひざまずいて待っててください、じゃあ。
そうです、9時からです。どのくらいの頻度でポストするのかなって。そう、それもさ自分で、あ、てかディエ、一緒にファンの方とね決めたいことがあって、なんか朝結構先輩方朝いつもあれしてるじゃないですか、朝の投稿、おはようのメールではなくっておはようツイートみたいなやつしてるじゃないですか。でなんかリエのなんだろう、ちょっと特別なやり方で、なんて説明したらいいんだろうな、なんかそう、この前のメールで送った萌えディエッチ修行みたいな感じの、なんかなんて言うんだろう、私が作ったものをやりたいなと思うんですけど、局面なんかなんて説明したらいいのか分かんなくって、どうやって説明したらいいのか分かんない。じゃあ伝わってください、理解してくださいちょっとなんて言ったらいいんですかね、こういうのなんて言えばいいんですかね、やりたいなって思うんですよ。萌えディエッチ修行を続けるのは、まあ、もう本当にもう意見が案が一つも出ないようだったら萌えディエッチ修行をやりますけど、なんかもしこれがいい、これこういうのあったらいいんじゃないとか、そういう案があったらぜひ教えてほしいなって思ってます。だから今募集中って感じです。これは毎日ポストしようねみたいなものを決めたいですレイダウンして待機レイダウンして待機してるんですかいやディエも迷った、萌えディエッチ修行をこのまま続けるかとか思ったけど、いやちょっとなんかそしたらなんかもうディエが今後萌えゼリフをなんかいっぱいやらなければいけないって思ったらちょっと厳しいもう本当にもうどうしてもこれしかないってなったらそれでもいいけどフフフ、何かを載せるといいねが増えるってしみさらさんが言ってたから、そうなのじゃあしみさらさんとさらぴさんをもう即座にフォローいたしました。なんかここも巻いたのにあんまり見えない、フォローしました、ありがとうございます、ありがとう、たくさんフォローしてくれたら嬉しいですそうなのね、うんうんうん、 X で何つぶやいてるのかフォローしたら全部筒抜けになるわね。いやそうよそうよでも嬉しい、みんなのことを知りたいので筒抜けでも全然私は構わないですよ。マイリーチ修行もままで継続で、やだよ嫌ですよ、モバメで続けるぐらいならやらないですもういっそやらないことにします。でもあれも毎日はやってないですなんか福岡の話し会の時に萌えゼリフがあって、萌えゼリフリーチも期待ようねってなって、で勢いで始めましたそう、なんか毎日定番のものをなんかできたらいいなって思うんだけど、あんまりね
自分の中で出てこないんですよ。何かいいものがないかなって考え中です。でもツイートってどんな感じなんですか？1日に1回みたいな感じなんかな。文吾さんフォローしてきました、ありがとうございます。ありがとう、嬉しいです、本当に。ちょっと待って、今日の川柳受ける。あ、でもありだと思います。そういう、そう、ディエもそういうのを期待してました。そう、そういう、ちょっとそういうのをディエも、あの、そういう案を待ってました。本当に結構本当にそういう案を待ってました。毎日リーチ、毎日リーチ、あ、ハッシュタグね、いいね。川柳、ウケる。萌え台詞動画は絶対ないですね。え、ちょっと川柳結構ありです。今結構ありだなって思った自分は。川柳って五七五音のリズムで、あ、じゃあ俳句、俳句と一緒。あ、俳句の自分たちがよく話してる言葉でバージョンなのね。なるほど。ちょっと、あ、五七五七七なの。五七五か、普通に。あ、季語がなくてもいいんだ。あ、そうなのね。確かに毎日だと大変よね。でも川柳考えるってなったら、じゃあ月曜日だけとか何曜日だけとかみたいな、週末とかね。ちなみに今日は、じゃあもし明日からやるとしたら毎日金曜日やるとか、ちょっとありかも。やとおじさん、今日の圧ゼリフだって。まあ、圧って圧、あ、圧か、確かに圧もちょっとありか。でも圧かけすぎたらファンの人いなくなっちゃいそう。あ、てかやとおじさんのあの X のあのヘッダーなんですか。ユーナンとリエが重なってるやつ。本格的に早く勉強して載せてったら成長が見れる。確かに確かに、ちょっと成長しそう、その辺がね。ね、継続は力ない。確かに継続していきたいです、自分も。京兄さん X フォローしました、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう、本当に Love you。 月曜日は川柳、火曜日は熱セリフ、水曜日は一日一、もうそんな、あの、超大変すぎん、本当に。それはちょっと厳しいですけど。今日の川柳、いやでもリエ、ちょっと今日の川柳ありかなって思ったよ、結構、本当に。本当に思ったで。じゃあ中村さん X フォローしてありがとうございます、嬉しい、ありがとう、本当に。嬉しいよ、ありがとう。
ラブですね、本当に。そう、でもそういう X がせっかく解説できたならば、そういうことも決めたいなーって思いました。思ってます。料理のせる料理はちょっと毎日だってしたら、だって毎日作んないといけないじゃん。みかんとかかもよ。みかんとかヨーグルトとか。おでんとかかも。あ、確かにリネさんの、そうだよね、朝にとらわれる必要も確かにないかも。そうね。あ、じゃあ朝送るか夜送るかはまあ別として、でもじゃあ毎日できるものって何だと思いますか。逆にじゃない、毎日できるとしたら何があるだろう。毎日やるとしたら何がいいかな、今考え中。あ、そうですね、あ、そうだ、学生、そうだ、今はまだちょっと卒業するまでは昼間できないから、朝か夜の2択か、朝か夜ですね。難しい。そう、ポストできる時間もショールームと同じ時間帯で、だからお昼の間はできないです。そうだった、ショールームと一緒だった。コウタさん、シチューさん切り、最初にデイチをフォローしてヒーターファン、最初にデイチをフォローしたヒーターファン、お。それはどうなんだ、それはもうデイチファンっていうことなんじゃないですか。ミクちゃんさん、 X フォローしました、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう、本当に本当に感謝です、ありがとう。いや、でもあの皆さんがたくさん案を出してくれて嬉しいです、ちゃんと考えてくれて。やっとおじさん大好きになられた、ちょろ、うん、それはちょろちょろですね、他の子が大好きって言ってもしょうがない、お話か言ってやるかってなっちゃうでしょ。マルフォーさん、リエチが食べるものの画像をすべて載せてください。いや、そんなリエがお菓子食べたら、リエがお菓子食べたら、リエチ今はダイエット中じゃないのかって言われちゃう。うん、え、難しい。でも川柳はいいなって思いました、いいなって思ったけど、毎日やるって思ったら確かにしんどいかも。うん、もし1週間に 1回だとしたら、その週のまとめみたいのを書くのはありかなって思いました。でも、ね、全部バレバレよね。今日の私服公開とか、じゃあさ、パジャマが送られてきたり、レッスン着が送られてきたりする日が結構あると思うんだけど。そう、お昼できないのよね。まああと数ヶ月なんですけどね、それもね。そう、なんか
とした自分でできる企画みたいなやつを考えたいなって思ったんだけど、難しくって困ってます。てか X はディズニーの写真あげられないんですね、ショックビンゴの神様、リーチと同じものを食べ続けたらリーチになれますかってなれますなれますよ。あ、白木さん、今日何食べた、今日何した、何でもいいんじゃないのか。え、いいかな、そういうんでもね。ちょっと難しいですね。でもいろいろ考えたいんだけどね。インスタはいけるんだけど、ね、え、インスタはオッケーだけどツイッターはダメなんですか。難しいね、そう、あれだね。いやーいやうーん、そっか、リエね、ディズニーの写真、あ、もうツイッター始まるってことはディズニーの写真もあげられるんか。はあ、本当に嬉しい、いっぱいポストしようって思ってたんですよ思ってたのにディズニーあげられないって分かって、もう超ショック、本当に まあまあまあ、でもでも嬉しいです。おはよう、おはようは確かに普通に続けられる気がする。おはようはいける気がします。え、おはよう、あ、ごめん、なんでもないわ圧送るって圧が送ってほしい人なんて珍しいじゃないですかポストできる時間も制限あります。ナピちゃんメイク変わっちゃう、嬉しい。え、なんか、ね、新しいラメ買ったんですよ、ちょ見せたい、もうナピちゃんのために。別にあの男性の方はきっと興味ないと思うけどあ、筆が可愛いでしょう。なんかロマンドの新しいラメ買いました。今までのやつはなんか青のやつだったのね。ほらーほらーとか言って一人で楽しくなってる。今まではこっちだったんですよ、青だったんですけど、新しいやつは変わりました。こっちが新しいやつ、かわいい。今日は新しいやつを使ってみました。かわいい、めっちゃかわいいです。なんか、え、なんかキラキラって感じでかわいいやとおじさん、ファンの皆様はあと好きなイメージある。あ、そうなの。まあ確かに、本当に一部の熱狂的なファンの方たちは「おはようツイートは毎日寝起きの自撮りでお願いします」絶対嫌ですよそんなの、本当に嫌ですよ。それは多分 DA のファンの方なら嬉しいけど、 DA のファンの方以外の人が見たら「なんだこれ?」ってなっちゃう。マルパさん、昨日くるくるさんのとこで塩抜きのコメントしたの。あ、でしょうね、そうだと思ったよ。なんでリエが塩抜きしてることさ知ってるんだって思ったもん
キッドさん、アベマ TV、 アベマ TV 冠番組おめでとう、ありがとうございます。キッドさん個人 X 解説もおめでとう、フォローしてありがとう、嬉しい、本当にもうぜひぜひフォローしてください、嬉しいです、ありがとう。嬉しい嬉しい、本当にありがとう。マツさん、雪の結晶たくさんありがとう、めっちゃたくさん雪の結晶ありがとうございます。さっきもずっとね、始まってからずっとありがとう雪の結晶。ゆうのすけさん、プレゼントたくさんありがとう。石山新さん、プレゼントありがとう。大ちゃんさん、雪だるまありがとう。くまねパパさん、プレゼントありがとう。みんみんちゃん、雪の結晶ありがとう。ジェイナカモさん、プレゼントありがとう。大ちゃんさん、結婚して、じゃあ、リエの X のフォロワーが1億人になったらいいよ。今度からこれ使おうかな、結婚しての、結婚してギフトへのお返しのメッセージは、リエの X が1万人、1万人じゃないや、1万人、1億人になったらいいよ。ノンタンさん、プレゼントありがとう。あ、白木さん、雪の結晶ありがとう。あさぴょんさん、雪の結晶ありがとう。おいでます元気さん、バラありがとう。クリコンも DMM で配信あるから、家でピアナイト振るから見つけてね、なって、うん。ありがとう、でも本当に全然、本当に嬉しいです、配信でも見ていただけるだけ。じゃあリエチ映ったらスクショしてくださいね。そう、今日は三つ編みです。クリコンね、もうあと2日ですね、あと2日あと2日ってすご、もうドキドキだね、初めてのクリスマスコンサートだから楽しみですと。大ちゃんさん、三つ編みかわいい、誤解目。三つ編み好きの方が多いんですよ、わかんない、なんでだろう、なんでかわかんないけど、三つ編み好きな人多いから、から三つ編みした。ジャスティン・ビーバーは 1.1 億フォロワーだった、本当に。じゃあディエが誰かと結婚するときは海外アーティストにでもなってるかな。クリコン外れたんですねって、ある、え、そうなの、なんで、でもなんかさ、自分たちさ、クリコンスタンディング席余ってるって言われました、スタンディングじゃないところはもう余ってないってことなんかな、スタンディングだけが余ってるんですかね。三つ編みです、三つ編みかわいい、1回目だって。じゃああと100回行ってください。あと99回行ってください。もしかしてみんな日本三つ編み協会、そうかも。三つ編みツインに正直釣られたんよね、だってやっぱ三つ編み二つくくりは好きな人多いんですかね。そう、スタンディングだけね、ヤンシゲキさん、三つ編みかわいい、かける99、そういうのは禁止ですから、ちゃんと99回送んないとダメです。
ちわけてた春と一緒に渡り鳥が帰ってきたり僕はやっと君にこれをつけたい。うわ、キラキラすぎてかわいい。TikTok で見分けたけど X で私は100日後にムキムキよく見るやつやそれ。100日後になんとかみたいなやつ毎日どうそれお腹見たいだけやんねえ、ミツアーマーって言うんですか。ミツアーミイエイ、スタンディングします。だってあ、そうですね、じゃあぜひぜひ立ってで家でカメ子さんしてもいいよ下まつげの成長毎日ポストありだけどいちごに需要がありそう。まつげ本当にね、てかノアミョンとかさ、いつもリエの顔好きって言ってくれるし、いちごもリエの顔が一番好きって言ってくれるんですよ。3期の中で嬉しい。ラブラブラービュー。ちょっとぼかそう。多分リエチが三つ編み似合うんだと思う。あ、本当に嬉しいですよ。それは本当に似合ってますか、可愛いですかヤッシーさん24日の夜はスタンディング24日は出ないですねえ、逆にクリスマスライブ来れる人いるんですか。なんかあんまりあれな気がするんだけど、クリスマスライブ来ますよって方いますか可愛いかける100じゃダメです。それはその言い方はダメです。あ、なんだ、思ったよりもたくさんいて安心しました。じゃあリエジのペンライトを持ってくれるんかなみんな。3期では一番可愛いと思う。3期では、3期では強調しないでください赤ピンクしか持たんよ。だってえ、みさみさいつもさ、なんかさ可愛いなんかボードとか作ってくれるからさ嬉しい。また作ってほしいです作ってくれたら嬉しいなのんたさんスタンディングで、え、本当にありがとう、嬉しいです。本当に本当にちょっとさ前髪が目にかかって痛いんだけど、さっきから痛いの、チクチクする。ヤンシゲイキさん赤かけるピンクにしかなぜか光りません。だってそうなの、多分リエのこと好きだからだよそれってリエのことが好きだから多分それにしか光らんのよあ、今日初めて知ったその公式トレードのやつ。リエも今までそういうの知らなかった。みんななんかちょっと危ないサイトでトレードしてるんかと思ってたら全然安全そうなトレードのサイトでびっくりしましたのねやつあるんだね。そうそう、本当にみんな危ないサイトでやってるんだと思ってた。そう闇トレード、そう闇トレードだと思ってたんですよ今まで。全然闇じゃなかったです。赤かけるピンク、そうですよ。デイズのサイリウムカラーは、あ、サイリウムカラーっていうかペンライトじゃなくサイリウムっていうんですか、
ビーチのサイルームカラーは赤と濃いピンクです。ちゃんと手数料も取られます。あ、そうなんだ。あ、じゃあしっかりしてるんですね。健全トレードです。ちゃんとしたやつですね。東島ヘグラさん、雪の結晶たくさんありがとう。クリコンも赤ピンクで決まり。あー、絶対嘘やんそれ、信じないで。電池切れに注意します。あ、本当にちゃんとちゃんとね、電池も確認してくださいね。グリコン楽しみね、本当に。I just want you for my own。 やばい、コンタクト今日レッスンの時からずっとつけてたから、さすがにそろそろカピカピしてきた。目薬持ってないんだよね、買おうかな。マッツさん、クマちゃんたくさんありがとう。クリスマスのクマちゃんたくさんありがとうございます。クマクマ Thank you です。クマちゃんありがとう。嬉しい。雪の結晶もたくさんありがとう。ルパンさんお疲れ様。いろいろ見るとありがとう。 X と3期の冠番組が解説いたしました。パチパチパチ。ミサミさんいつもペンラで見つけてくれるの顔。え、どっちだろう。確かに、でもペンライトを先に見て、あ、赤とピンクのペンライト持ってる人だ、誰だろう、あ、ミサミサだみたいな感じだと思う。多分、ね、ペンライトも顔も同時ぐらいに入ってくるからね、目の中に。目の中に、視界の中に。そう、同じ、うん、どっちだろう、どっちも。うん、でもいつも自分、いつもってか僕隊にね、僕隊のライブの時に、あの、あ、多分今日来てくれる人全然いないんだろうなって思いながらステージ立ったら、あれ、赤とピンク持ってる人全然いるやんってなって、あ、みんな知らせないだけで意外と来てくれてるんだなって思いました。ちょっと待って、歯も直すし本格的にデジが走り出す気がします。いや、そうですね、歯直しますけど、ちょ、強制って言ってください。歯直すってなんかちょっと、いや、まあ間違ってはないんですけどね、まあ、歯、そうですね。面白いですね。そうね、目薬はね本当に思った、痛いから。カリさん、おさぎがお似合いです。え、嬉しいです、ありがとうございます。似合ってますか、みちょあみ。親知らずもう抜きましたよ。もうね、去年一昨年ぐらいに親知らずは抜いてます。ヤッシーさん、仕事終わりにこっそり行く派です。あ、そうなんだ。でもそういう方もいるよね、結構途中から入ってくられる方もよく見るよ。
歯を治すしってリが矯正することを言いたいんだろうけど虫歯はもう治しちゃいましたよ。もう虫歯ないです今は。そう、矯正1月の後半から始まるんですよね。でもその前に上の歯2本ぐらい抜歯しないといけなくって、だからちょっと怖い。怖くはないけど、親知らず抜くほど大変じゃないだろうからあれだけど、でもちょっとね、そう考えちゃうよね。矯正は欲しいなのか。え、そうなの？そうなんだ。なんでだろうね。悪口なんか？悪口なんですか？他の人さ、親知らず抜くのが怖すぎてまだ。そうなんですか。でもさ、抜かなくていいんだったらリエも抜かない、抜かないまま過ごしたいです人生を。だけど抜かなければならなくなってしまったから。ヤナシ元気さん、これ以上可愛くなってどうするの。だってこれ以上可愛くなったらリエのこともっと好きになってくれるんでしょ首元についてるのは真珠。わかんない、パール、うん、そういうやつだと思う。可愛いんです、めっちゃ隅々まで可愛いです。ボタンとかこのリボンのところまで可愛くって、本当に大好きです。ラポメプチの洋服。親知らずね、大変だった抜くの本当に。自分は下を抜きましたね、多分下の親知らず抜いた。でもディエ、親知らずがまだ生えてなかったんですよ。だからちょっとなんかそういうの話、そういう話聞くの苦手な人もいると思うからちょっとやめとこう。ちょっとグロい話になってしまうから。X アカウントフォローしてもよろしいでしょうか。ぜひぜひフォローしてくださいでの X アカウントぜひ皆さんフォローしてくれたら嬉しいです、本当に。だからフォロー待ってます。そう、たくさんの方にフォローしていただきたいです。で3期の番組もよろしくお願いします。今日なんかめっちゃ目痛いんだけど、なんでだろう。前髪が引っかかってるんか、普通にコンタクトがもう乾いてるんか、痛くって痛くって。X アカあるのだって。あ、そうなんですよ、今日解説しました。上のここに今乗っけてるアカウント、アットマーク以降のやつを、アットマークからか、アットマークからのユーザーネーム、ん、アットマークからのやつをそのまんま打ってくれれば出てくる、私のが出てくるかなって思います。フォロワーさん448人、1億人までの道のりは長いねそれはかなり長いですねフ
フォローしたよ、ありがとう松くんさん、ありがとう、本当に嬉しいです。いらっしゃらず抜くとき全身麻酔、全身麻酔したんですか。リエはとりあえず全身はしてない気がします。全身はしてないですね。全身麻酔ってすごくない。それでも本当に結構麻酔が私は痛かったですね。ととみちさん可愛かったからフォローしたって、本当に嬉しい、好きじゃん。くまねパパさん、いけな化粧ありがとう。歯がない時に配信してほしいです。いやよ、あ、確かにちょっとさ、歯抜いた時とか絶対配信できない気がする。分からんけど、どんな感じなんだろう。でも親知らず抜いた時はそんなもん喋りすらできないぐらいあれだったからできない気がする。え、私もお湯麻酔してもらいました、本当に。あ、広島今日雪降ってたよ。今日雪降ってました。今日ちょうどレッスン行くときに、今日ひーちゃんと一緒にレッスン行ったんですけど、もうびっくりした、もうめっちゃ雪降ってきて本当に。でも自分たちが着く頃には雪が止んで、でまた自分たちがレッスン中は降ってなかったのに、レッスン終わって帰ってこようとしたら雪降り出して、本当にタイミングが悪いんですよ今日の雪は。自然現象なので仕方ないんですけど、びっくりした、雪降ってるって思って、まあ、この前も降ってたけど、もう広島に来て雪を見るのは2回目です。水の上で佇んでるアカウントが本物ですか。あ、そうです、そうそうそう、それが本物です。いや、しげゆきさん、明日から前乗りするんやけど寒そうかな。寒いと思う、寒いと思うから、ぜひぜひ、じゃない、あったかくして来てね。確かにホワイトクリスマス過ごせそう、広島なら。特に北海道行きたいんですよね、だから。でもお仕事で北海道行きたい。雪女いるかな、いるかもしんない。じゃあ、デイツのアカウントフォローしたいけど、それと同時にセアカも出だしたから気をつけねば。あ、気をつけてくださいね。デイの本物のアカウントあれです、あのあれです、そう。あの水の上に佇んでるやつです。海ですけど。海なし県出身を減った海でカバーするゲージ、別にそんなつもりはないですけどね。松くんさん、冬の北海道は寒いよ。でも北海道好きなんですよね、だから行きたいです。北海道マイナス8度やばー、めっちゃ寒いですね、すごい。広島1度だったとか、1度とかでした、自分が帰った時間は。でもマイナス8度ってもう極寒ですよ本当に。マジで明日川柳大丈夫。そう、それ本気で考えましょう、ちょっとみんな。本気でお願いします。話がめっちゃすれちゃったわ、すれちゃった、それちゃった。
明日の広島5度。あ、そうなんだ。でも今日よりは暖かいんか。じゃあ萌えは避けたいんですよ。私は萌えは避けたいんで。川柳秀一、まあ確かに秀一はありだと思った。そうリエも川柳はありだと思いました。そうでも毎日は多分難しいから、そう秀一がいいかなと思いましたよ。そうね、週1でやってみようかな。川柳大丈夫かよな。確かに、まあなんとかなるんじゃないですか。普通に自分の言葉で表せばいいんでしょう。その他の日は萌えと圧であって、いや萌えするぐらいなら圧の方が全然マシですね。私はルパンさん川柳ポスト、あなんかその X が新しく始まったので、なんかその、まあ、毎日でも1週間でもどっちでもいいんですけど、なんかこのリエだけがやる企画みたいな X でできるようなものを考えたいなって思って。しみさらさん、おいお茶の早くでしょう。ウケる。そうなんですか。初耳でした。それは面白いですね。え、とうちさん困ったらチャット GPT 確かにあり。そんなことしませんけど。いや、杉崎さんの声もいいか、萌えゼリフ動画かって。嫌よ絶対そんなの。1週間考えてめっちゃおもろいのね。そうよね、1週間あるならめっちゃおもろいのを頑張って考えるけど、でそのうち「えまた川柳?」ってなりそう。あ「もう1週間かよ、やばいやばい、何にも考えてないよ」って。の正しい使い方を教わらない、どういうこと。いろいろやって。そうなんね、わかりました。あ本当に面白い。坂田清水、いくつフォローしました。サンタコスプレ最高です。あ本当に嬉しい、ありがとう。見てくれたんですね、ありがとう。ゲイチといえばもうええやん、それ初めて聞きましたね。それは初めて聞きましたよ。じゃあ確かに1週間に1回、あそれはありかなって思いました自分でも。それが期間限定にするのもありだけど。じゃあそうしましょうか。まあなんかディエ神社仏閣巡り好きって言ってるし、好きですけど。ちょっと和な雰囲気な感じで。確かにね。じゃあそうしましょうか。ありです、とってもみんなのおかげよ本当に。リーチといえば川柳というぐらい馴染ましてこう。確かに。よし、やばい足が冷たい。
いや、そもそも一回確認しないと送れないんで。リアルタイム画像投稿はアイドルさんなかったりするから、撮りたてホヤホヤ画像載せてほしい。ああ、なるほどね。なるほどなるほど。撮りたてホヤホヤ写真。でも撮りたてホヤホヤ写真、メールに割と送りがちな気が。いや、でも最近は全然撮りたてホヤホヤじゃないわ。サンタさんばっかり送ってるよね、最近メールで。本当に。こたつ？なんかメンバー続々。装備してそうなんだ。まだゆいにゃんといちごしか知らんかもです。今日ゆいにゃんち行ってさ、こたつ入れてもらおうかな。ゆいにゃん今配信してますか？ゆいにゃんにこたつ入れてってしたい。してないわ。クワガタも送ってよ。だって嫌よ、みんながクワガタって言うから送る気になれんかったもん。ユイニャもう終わった？そうなの？めっちゃ早い。いつしてたの配信？出かけるって言ってたで。本当に？じゃあユイニャんち行けないやん。じゃあユイニャんに連絡しよう。ユイニャン、ユイニャン。やってたんですか、ゆいにゃん。全然知らなかった。自分たちがレッスン行ってた時なんかな。あ、あーあ、大丈夫です。ゆいにゃんは頑張っているだけです。心配しないでください皆さん。ゆいにゃんから返信来たんで。だいたいおはよう言いながら先週の画像だからね。いや本当にそう、おはようって送ってるけど全然あのリアルタイムじゃないですって感じで。リーチが始まる、ちょっと、あ、そうなんだ、全然知らんかった。ちょ、なんかカラオケ配信しようかな、せっかくメイクしたし。おはようメールは毎日の楽しみです。だって本当に嬉しい、そうやって言ってくれて。おはようメールは何送ってるかな、いつも最近送りがちなの。寒い寒いからあったかくしてってねみたいな。こたつの中で見つめ合って、どういうこと？よいしょ。今何時だ？今8時半ちょい過ぎ。あれ、あ、間違えてライブ終了しちゃうとかだった。ないんですよね。